小石川大海和宮は東京都文京区にある神社、アマテラス大神を祀る。第59回式年宣宮に多大な貢献をなし、神宮数計者総代となった佐々木克造の提唱によって創建された。1966年3月7日、伊勢神宮より広大神宮特別神事を包帯し、鎮座祭を取り行った。この特別語神事は、元は、 海外公民団の申請によってのみ授与されたもので、極めて異例のことであった。そのため、東京における伊勢神宮の遥か宮として位置づけられているという。1996年の社殿修復に、第61回神宮式年仙宮の際の月、独クの古材を使用した。旧本殿は南面しているが、入り口は西側にあり、拝殿は西面しており、 拝殿の向きと本殿の向きが合っていない。このような参拝者が拝む方向に本殿が位置しない神社は古い神社でもたまに見られることであるが、都心での用地習得が難しい中、本殿が難免することを優先した結果このような配置になったのだろう。2021年に本殿を遷座し、現在の場所に移転した。伊勢神宮の文社は大見和宮と名乗ることが多い。 この神社もそれに習って、地名の小石川から小石川大宮風と名付けられたと思われる。鎮座の日である3月7日が、霊鎖日となっている。1960年代半ばに創建されたので、本来、宇治子地域は存在しない。しかしながら、鎮座地である、富坂二丁目町会の役員が、当社数警戒に入会した1966年以降は、 町会が氏子組織と同然になり、現在に至る。なお、それまでふさかに丁目町会では、氷川神社と北の神社に氏子が分かれていた。ありがとうございます。